あ、そうだね、水分補給しないと。最近コーヒーガバガバ飲んでさ、ちゃんと水分取ってない。あ、お願いします。400ナイスまでお願いします。いや、ちなみにすごいことが、今配信1時間やって初めてタバコ吸ってる。うん、あ、ゼロワンさんありがとうございます。そう、1時間ぶりに360ナイスありがとうございます。いや、必死だった、ちゃんと綺麗に作ろうって。今日はいい日、やることやったから。あ、ありがとう、今日もかわいい、ありがとう。これザラザラシャネ、サムネ見て思ったけど、細いんだよね。違う、エヴァンゲリオンっぽくない？あ、こういうところ、マジかよ。あ、そうなんだよね。でもそうなんだよね。ありがとうね、指摘早くて。また始まった。で、昨日あのなんかさ、サータンっぽいよねとか言うと、なんかあーとか言うのね。昨日ちょっとスペシャルエマちゃん今日入ってないって言ったら、めちゃくちゃ怒られて、死ねまで言われた。引退しろよとかね。厳しくない？でもお前死んだ方がいいよとか。そんな怒んなくたっていいじゃん。ガチで多分キレてんだろうなって思った。あれネタじゃないね、ガチでキレてるね。あ、初コメ、あ、初コメもありがとうございます。え、でもサータンって仮に50歳だったらめちゃくちゃあの綺麗じゃん、若くて。配信者って若い人が多いよね。サータン OK でエマちゃん NG ね。で、あ、多分アイコも OK じゃん。そうだね。サータン38。あ、そうなんだ、38なんだ。え、何歳って言ってんの配信で。熱海、あ、そうだ、ちなみにあさってまでにその審査がさ、もし通ったら来週強制的にあの、あと熱海に呼ばれます。あ、もし受かったら来週また熱海行かないと。早いね、あさってまでに結果発表。ドキドキしちゃう。お腹減った。いや、でもあの不動産はの人は、まあ、多分受かります、ほぼほぼ受かりますよって言ってたけど、あの保証会社通すしね。だけどあの YouTuber は初めてらしい。で、なんかその初めて知ったんだけど、配信者って職業無職なんだね。職業書けないんだね。で、今日は
牛脂でいただきます。配信業って職業にないんだって、まだ無職らしい。いやいや、ふわっちって分かんないじゃん。じゃあ、まあ、YouTuber 的なテンションなんですけど、職業で、まず玉ねぎ、炒めます。本当はな、次の日にね食べたいんだけどな。やっぱ次の日ってなんであんなめちゃうまいんだろうな。塩入れると時短になる。そうなんだ。へえ、なんで、あ、水分が出てってことかな。ケーキありがとうございます。あ、ありがとう、プリンセスちゃん。いや、あのね、大きい鍋あるよ、ちなみに。あ、でも、めっちゃでかいな、鍋はないか。あ、てか、お前の存在忘れてた。アイテムありがとう、リンゴ飴。後ろは映画見てるよ。ありがとう、みんなナイス押しに来てくれて。この前マジキモかったんだよ、眉酔っ払って。本当にリスナーがいつもありがとうとか言って、マジキモいわ酔っ払って。あれ、あれこそ一番恥ずかしいんだよ。酔っ払っていつもありがとうとか言って、恥ずかしい。ありがとう、ナイス。まいちゃん、そんな料理するの。圧力鍋、あー、圧力鍋か。やったことないんだけど、なんかまゆって結構さ、あの一途だから、圧力鍋ハマったらさ、あの圧力鍋料理ちょっと定期的に作り出しちゃいそうだね。で、一回もうコツ掴んじゃったら、圧力鍋最強じゃねーとか言って。牛すじね、まあ、炊飯器とかでもいいけどね。ナイス、頑張、あー、
ランシャイランシャイ、ありがとうございます。ダベベさんありがとう。おみこしありがとうございます。嬉しい。ね、いつもね、イベント、お祭りも応援してくれて嬉しいです。ありがとう。これ肉少なかったな。でここで塩やるか。味の素ね。バナナありがとう。あ、水分出てきた、出てきた。焼きそばありがとうです。ちょっと火止めて、そうそう、じゃがいも、え、でも抜けないんだけど、どうすんの。抜けないんだけど、なんで？あ、ありがとう。アイテムありがとうございます。金魚と。お菓子ありがとう。いや、マジかよ。むけないじゃん。いや、なんか熱いうちに。え、マジか。なんかしかもすごい抜けちゃってる気がするんだけど、中まで。え、インカの目覚めをカレーにするのもったいないの？え、そうなの？え、これなんか有名な感じ？これインカの目覚めっていうジャガイモなんだけど、マジ？逆に何で食べるの？低能レベル、貧乏、サイボーグ、何もいいところないじゃん。そこまで言わなくてもいいじゃん。ブロックしとこう。そこまで言うの？料理配信で。なんか色が違う。確かに。これはちょっと、ここに入れといて。あ、これ高級なんだ。高級なじゃがいもなんだ。
あ、なんかいい匂い。あ、カレーでも美味しい。え、でも確かにこれジャガバターで食べたらめっちゃ美味しそう。バターとめっちゃ合う匂いする。あ、アイテムありがとうございます。焼きそば。牛乳とあれジャーマンポテトとかしたらうまそう。ハッシュドポテト。じゃがいもの芽なんて入ってないよ。じゃがいもの芽。あ、そう、マッシュドポテト。やば、これなんかむずいの来たんだけど。むずいの来た。あ、あと5ナイスで400ナイスお願いします。お願い。ナイスお願いします。これむずいよね。どうすんのこれ。まあ、いっか、ちょっと皮ついてても。400ナイスありがとうございます。確かに剥けたし、普通に普通に剥けた。うん、400ナイスありがとう。ありがとうございます。ちょっと皮ついててもさ、いいやな。できた。あー、わっしゃい、ノリピー、ナイス。おみこしありがとうございます。ありがとう、ノリピー。おみこしナイスです、ありがとうございます。わっしょいアイテム。
トシ君投げてないからやめろよな。そうだよ、今日はカレーだよ。お肉はステーキのカレーで、これで、30分ちょっと待ってね。ね、ゼロワン分かったね、分かった意味分かった。自分が精神科で最後自分がその記憶がちゃんと鮮明なの分かってるんだけど、その奥さんを殺したってことを知りたくないから、あえてもう。で、面白かったの？シャッターアイランドをゼロワンに見せたの。で、面白かったの？いや、面白いんだよね、シャッターアイランド。デカプリオって絶対外れないよね、デカプリオの映画って。そう、シャッターアイランド、あれ神作。で、今から30分。私ね、ディカプリオ、もう小学生の頃、もう本当好きで、タイタニックで初めてディカプリオ見て、恋しちゃって、ガチの。小学生の頃。うん。で、泣いたね。途中でディカプリオと付き合えないってこと気づいて、もう大泣き、小学生の頃。失恋したな、ディカプリオ。あとシュワちゃんと、その後ヨン様。うん、大泣きした、付き合えなくて。で、その後ときメモの、ときメモのガールサイドの森村咲也を、ガチ恋っていうか、もう本当好きになって、でもアニメの世界だからまた泣いて、失恋して。ご飯も炊いた。かっこよすぎん、タイタニックのディカプリオ。同じ人間じゃない、うん、森林推しとか以外。そうなの。森林、森村咲也で、なんで森、そう、本当好きだったな。好きすぎて泣いた。シュワちゃんも泣いたし。インセプションでデカプリオに。でもそれ面白くない。インセプション面白くなくない。でもデカプリオだからさ、見たんだけど。ご飯まだ？まだだよ。だって丁寧に作ってって言ってたじゃん。今日から丁寧に作る。2時間ぐらいかけて、2、3時間ぐらい。
タイタニックは名作中の名作。ただあれ長いんだよ、4、5時間ぐらい。丁寧に作ってほしいっていうリクエストされた。手間暇かかるのは時間がかかるやろ。これも美味しいでしょ多分。うん、美味しいよ。ちゃんとあのやつきじゃないよね。リスナーさんやつきじゃないよね。そんなうん、偉い偉いって。うん、でも丁寧すぎて眉つまんないってコメントもあってちょっと聞いちゃった。もうだどうしたらいいのかわからんもん。難しいな。それはあのなんで一人き、あ、そうでもあの多分さあの料理配信ってさみんな荒れるんじゃない、ある程度ちょっと閲覧があると。やっぱ料理がうまいさね、姑さんが多いでしょ。外人顔じゃん、アジアっぽくないじゃん、似合うよねヒゲね。え、似合うじゃんゼロワン。あ、ありがとう。お玉は鍋から出してとコメントがある。まあ、たまには出そうかな。じゃあお玉もね出しました。で次何するんだっけ。ゼロワンヒゲ似合うよね。だけどなんかそのディカプリオみたいな顔に整形したいってさっき言ってて、あのアジア人って絶対にあの洋風な顔にしたらさおかしくなっちゃうじゃん。バニラちゃんとかさ、あともう一人なんかいたよな。あ、暇だからゆで卵作る。ゆで卵あれ、カレールで、やっぱうちの定番ゴールデンカレーの辛口で、辛口にあ板チョコを入れるのがうちの定番です。ブラックチョコレート、辛口にチョコってとこが味噌で、醤油うちの隠し味。ゴールデンカレーまずい。うちはねゴールデンだよ。バーモントとか、いやゴールデンだね。だってこれゴールデンでしょどう考えても。あれあのさカレーでさなんか2層になってるやつあんじゃん、あれなんだっけ、あれがジャワか、なんか2層になってるやつ、これだよねゴールデン。リスナーがいろんな見方をするんだ、前はそのままガサツな前で配信が成り立つんだよ。いやそうなんだけど、あのゼロワンが丁寧に作ってほしいんだって。でね結構あの精神的に来ちゃってるらしくて、あの毎回あのガサツなあの配信見てたらさ、ジャワ好き？絶本？絶品？え知らん知らん。うちはずっとこれ。晴れたきた。手を見える石の。30分、40分、あと10分。あれ何時から30分って言ったまゆ。これはあてかアクトラント。丁寧に。あと20分。そんなアクないな。いや炒めてよちゃんと、もちろん。
牛脂でね。唐揚げは最後じゃない、やっぱ出来たてじゃないと。これあ温めたらいいじゃん。まゆちゃんみたいな娘が欲しいな。本当、あ、のりぴーさん、ママなんだ。まゆみたいな娘欲しい。でもなんだかんだね、あの私思ったんだけど、姑さんとかってこう厳しいじゃん、女に。例えばまた汚く作ってタバコ吸ってとか言うけど、もう一回受け入れちゃったらめちゃくちゃ優しい気がする。もっとタバコ吸いなとか、頑張ってんだからさとか、180度すごいくるっと変わる感じがする。あ、リンゴそうだね。あ、だからもう蜂蜜とか入れたりしたけど、最近はやっぱこれに行き着いたんだよ。これに。40分か、40分。息子が連れてきたら家出する。いやいや、優しいからね、なんだかんだ。あの一回受け入れちゃったら。じゃあ50分までじゃない、40分までで。あのね、間違えた。これさ、カレーこれ20分だって。まず20分煮込んで、板チョコとかカレー粉入れて10分だから、40分でいい。ありがとう。今年30歳になりました、先月。もう20代って言えない。あ、そうだね、あのコーヒーとかもあり。え、これ丸々1枚入れる。丸々1枚だって、あのこれ全箱使うから。これ全すごくない？2人でこれ全箱作っても次の日なくなるんだよ。大家族だよね。いや、でもあんま入れすぎてもよくない。板チョコとお醤油でいい。わぁ、ミスったミスったミスった、忘れてた。あのニンニクみじん切り入れるの忘れてた。あ、おね、オイスターソースって美味しいよね。わかる。ニンニクのみじん切りと一緒に炒めたかったかね。ミスった。いや、すりおろしニンニク入れようか。私もね、オイスター結構入れる。何でも入れちゃう。いや、結構入れた。あの、これうちね、業務用にしてる。業務用じゃないとちっちゃいチューブのだと思う。バカになんない。この理論を提唱した彼女は、そう、あえてわざと辛口になんか、あの隠し味甘いの入れるのが好き。シチューにもニンニク入れる。私シチュー作ったことない。シチューなんか好きじゃない。なんか私ね、なんか好きじゃないな。なんか松屋のカレーすごい好きで、松屋のオリジナルカレーが、あれのなんか調べたら、なんか辛口にチョコを入れてるっていうのを調べて、そこから同じにしてる作り方。前の飯テレ間に合った？もうすぐできる。あと唐揚げ揚げるだけ。
何だこれ、適当に買った 70% かか。でもさ、なんでそんな中華って言われるんだよ。だって今日洋食じゃん。洋食、唐揚げは和でしょ、多分。で、昨日もパスタとかでしょ。なんでそんな中華って言われるんだろうね。卵入ってる。あと3分。いや、もういいかな、これ。これあの S サイズだった。よく考えた。卵 S サイズは6分ぐらいでいい。やっぱ M と L で分数違くない？あれ S サイズだからちっちゃい。ありがとうございます。ナイス、ありがとう。定期も嬉しいです。すごく。そう、唐揚げは和食だから。ちょっとルー入れるか。唐揚げ和食じゃね、あの大戸屋とかにあんじゃん唐揚げ。あれ和食でしょ。大戸屋って和食専門だよね。和食なんだよ意外と。作ってんだって。確かにうどんあるからカレーうどんも作る。明日いいね。めんつゆとお水足して、あのよく前やる、あの鍋のさ端っこのちょっとさもう固くなったところとかお湯入れて、めんつゆとだし入れてうどんやる。よく自分はねシャバシャバ派なんだよ。ドロドロが嫌なんだって。で、前もドロドロが好き、本当は。なんかスープカレーとか好きなんだって。まだ味が
馴染んでないから。入れます。そうだよ。これね、あの薄いやつ。うちはいつも1枚入れる。でもあの半箱だったら半分しか入れないかな。アイテムありがとうございます。あ、柏のゆきちゃんいらっしゃい。おいしそう。美味しそうでしょ。辛口に板チョコね、絶対。甘口に板チョコとか入れたらキモいから、中辛とかでも。そこが味噌。あ、てかドロってきた。やっぱじゃがいも入れるとドロるのが早いね。味見しよう。で煮込む。